亭コナンと、伝じろう先生とは30年来の大親友、滝川洋二先生。そんな協力タッグによる超人気コラボ授業、大好評に応えて、ついに先ほど放送されたアニメ名探偵コナンに、なんと坂井校長、上田教頭、有田学級委員長が出演。事件が起きたのは世界一受けたい授業の収録現場。授業で使う予定だった高価な壺が突然と消えてしまったんだ。でも物が一瞬で消えるなんてことはありえるのか。そこで今回は滝川先生と一緒に、まか不思議な消える見えない実験に挑戦するんだ。名探偵コナンと謎解き実験、世にも不思議な消えるトリックサイエンススペシャル。よろしくお願いします。ホラン君だけじゃなくて、小室さんとランちゃん来てくれました。我々も出させていただいてます。ホラン君、あれに出てくる校長なんだけど、ちょっと老けすぎじゃないですか。すごくダンディでかっこよかったですよ。ありがとうございます。僕もちょっとゴツゴツしすぎじゃないですか。ホラン君が一番かっこよくて、それが不満なんだよ俺。実はですね、最近もう念力でですね、動かすっていうことができるようになったんですよ。え、先生が、はい、お、じゃあ有田学級委員長、ちょっと手伝ってください。はい。ここにですね、画用紙で作った風車があるんですね、はい、針の上にこれを乗せるんです。念力でこれを回転させるという。念力で回転する、はい、有田学級委員長、風車が回るかやってみてよ。さあ、いや、お、回りそう？回ってないね。ふうって、ちょっと、相手が店長、何やってんの？ダメですね、これじゃ。じゃあ、僕も、手本の方を。もう、よく見てて。うわー！すごいでしょー！そんなに勢いよく。え？なんだ？あまりにもしないです。ほら。すごいくるくる回ってる。これがなんかあるんじゃないですか。やってみれば。これを変えて、先生ブルーの言ってますよ。おお。なんでね。なんでね。ほら、先生の方はこんなに勢いよく。問題もね。ね、ちょっとペットボトル触ってみて。はい。先生の方も。はい。あ、あ。何？熱い。熱い。地球は温められ。空気で上昇するのはみんな知ってるよね。先生のペットボトルにはお湯が入っていたから、お湯に温められた周りの空気が上昇して風車を回していたんだよ。びっくりしたでしょ。これの違いなんだ。はい、人力できないじゃないですか。あ、僕できないです。あれあれ、先生花が一瞬で消える、そのトリックの謎を暴け。ここに花が植えられた鉢があるよね。これをですね、一瞬にしてパッと消して見せたいと思います。はい、また念力で。もちろん本格的な念力になりますね。さっき使えないって言ったばっかり。では早速先生、よろしくお願いいたします。はい、皆さんも一緒に1、2、3、はいって言ってくださいね。はい、いきますね。1、2、3、はい。なんかアリ地獄のようでしたね。そうですね。そこに穴が開いてるように、なんか、ね、そうですね。なんか下の方から吸い込まれてるようなね、穴が。あれ？でもね、ほら、鉢の下には穴開いてないでしょ。あれ？どれどれ？穴はないですね。穴はない。穴はない。花が一瞬で消えたトリックとは？ダイヤモンドを火で熱するとどうなると思う？真っ黒になる？それとも燃えてなくなっちゃう？この後真実が明らかに。花が一瞬で消えた、そのトリックの謎を暴け。この中をですね、グッと探るとですね、お穴が入ってる。おお、出てきた。
花が入ってるんですよ。なんで？そして、まあ、ここの周りにはですね、はい、お米があります、うん、はい、そしてポイントは花に重りをつけていたことなんだ。重りがついてますね先生。これをちょっと横にしてみていただくと、ちょっと軽やかですね、はい、はい、ほらここに、秘密はここにあったんだよ。空気を吹き込んだので、吹き込んだってことはそこに空気を入れたんですか。そうね、大量の空気を入れたんです。え、なぜお花が下へこういったんですか、うん、はい、最初はお米同士がギュッとくっつき合ってたから花が沈まなかったんだけど、空気を送った瞬間に粒の間に隙間ができて支える力がなくなったから、うんうん、重りで重くなった花はお米の中に沈んだってわけなんだ。米と塩も振って混ぜると塩の方が重いので2つに分かれちゃうんだ。だから市販のごま塩は粒の重さや大きさを一緒くらいにして米と塩がうまく混ざるようになってるんだよ。そうなんですよ。じゃあここで謎解きクエスチョンだよ。みんな解けるかな。炭酸水、ドライアイス、水の入った3つのポリ袋、下からろうそくの火で炙っても破れないものはどれだ。シェリー君、理由も合わせて答えてね、うん、火が冷たすぎて火が通らないからドライアイスで。じゃあやってみるよ。よく見てて。お、正解は水でした。あれでも水が熱を吸収してポリエチレンが溶ける温度まで上がることを防いでるんだ。そうなんだ。炭酸の泡やドライアイスの隙間は気体だからその部分が溶けて破れちゃうってわけなんだ。天然の物質ではトップクラスの硬さを誇るダイヤモンド。じゃあダイヤモンドを高温で熱するとどうなるかな。形は変わらないけど表面が真っ黒になっちゃう。 B 燃えてなくなる。 A、B どっちだと思う。しずちゃんわかるかな。B、うん、なんだよ。やっぱりいくらダイヤモンドでも火には勝てない。じゃあダイヤモンドの原石を使って実験だ。はい、燃えるように酸素を加えながら加熱していくよ、うん、うお、赤く光り出した。おおおお、そしてあらら、どんどん小さくなって消えちゃった。驚いたでしょ。正解は B、 ダイヤモンドは炭素だから燃えると二酸化炭素になって消えちゃうんだ。あらら、ちゃうの。大きい風船と小さい風船をパイプでつないだよ。塞いでいる指を同時に離すと2つの風船どうなるでしょうか。 A 小さい風船はしぼみ大きい風船がさらに大きくなる。 B 大きい風船はしぼみ小さい風船が大きくなる。 C 2つとも同じ大きさになる。じゃあね、石塚くんよく考えてね。はい、A ですね。お、大体風船を居酒屋だとすると流行ってない方より流行ってる方に行きたいので小さい方が大きい方に逆に吸収される。正解は A、 石塚くん大正解。小さい風船はゴムが伸びていないから収縮する力がすごく強いんだ。逆に大きい風船はゴムが伸びてしまっているので力が弱くて押し込まれちゃう。なるほど。だから風船を膨らますとき初めに一番力がいるってわけなんだ。空の瓶とフックをつけた下敷きがあります。はい、瓶に水をいっぱいにしてフックのついた下敷きをかぶせるよ、うん、この状態で逆さまにして手を離すと、うわ、瓶にくっついて水がこぼれないんだ。驚いたでしょ。じゃあここでみんなに問題だよ。はい、フックに重りを吊るした時何キロまで吊るすことができると思う。 A 500グラムのペットボトル、 B
2キロの鉄アレイ。 C 6.8 キロのボーリング球。この問題この場で実験してみようじゃないかと、ね、春日君黒沢君にお手伝いしてもらおうと思いますが、どのくらいの重さまで吊るせると思いますか。じゃあ 500g のペットボトルぐらいかなと思う人。お、石塚君、そして有田君、石塚君なぜ。いや、ただもう本当に接着剤がついてるわけじゃないので、はい、そこまでの力はないと思うんですよね。なるほど。2キロの鉄アレ。お、浜田君、若林君、山崎君と、うん、6.8 キロが吊るせたら、さすがに僕32歳なんで耳に入ってきてると思うんですよ。すでに。すでに。なんで、まあ、今まで聞いたことない、そんなことは。聞いたことないですね。6.8 キロ、ボーリング玉ぐらいいけると思う人。うん、お、これが一番多いですね。はい。春日が持ってるのがヒントでしょ。全部あれ、水出ないんだったら、誰でも他がいいんですよ。シェリーとかでも。春日が持ってるってことは、バチャーンっていうのを期待されてるわけですから。あ、そっか。B か C はダメ。あ、そっか。ペットボトルから行ってみようか。春日くん、しっかりね。任せておきなさい。うん。はい、お願いします。うわー、そんな重くない。あ、うるさいですね。重たかないな。実験が主役よ。さあ、この鉄アレイが上がるかどうか。早く、早く。いらないですよ。これはちょっととてもいけそうにないか。これは重いです。さすがにいいでしょ。無理。どうだ。はい、ということで正解は 6.8 キロのボーリング玉でした。ちょっとこれ外してみますね。いいですか。はい、軽く押しますね。3、2。簡単なんですね。はい、ちょっと先生、お戯れが過ぎますぞ。何その言い回し。私たちの周りには、ね、はい、空気があるんですね。空気はですね、周りを押してますよね。つまり空気がですね、下からギュッと押してるっていうのが今の実験の大切なところなんです。そう、空気の力はすごく強くて、この直径10センチの瓶だと、下からおよそ80キロの力で押してるんだ。およそ80キロのものまで吊るすことができるんだよ。そこで何キロまで吊るすことができるか挑戦。重くて手では持ち上げられないので、瓶に輪っかをつけて控えて持ち上げるんだ。はいはい。じゃあボーリング玉6個 40.8 キロに挑戦。上がるかな。おお、上がっちゃった。大成功。では7個47.6 キロはどうかな。すっごい持ち上がって、あっと外れちゃった。重さで下敷きがたわんで隙間から空気が入ってしまったんだ。だから下敷きを触ると空気が入って簡単に外れちゃうんだよ。沈まないコインの謎を暴け。ここにですね、500円玉があります、はい、でこの500円玉を水の中に入れて、はい、そして手を離すとどうなりますか。沈みます。沈みます。あ、沈む。はい、はい、そうですよね。この500円玉にですね、コナン君たちに念じてもらいます。はい、じゃあ行くよ。せーの、チャップ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 、マカ不思議。ちょっとおまじないをかけましたね。はい、そう、そしてよく見てて。あれ、おかしいな。あれ、ちょっとやったのね。あまりおまじないが聞かなかったですね。いや、このコーンやったんです。はい、このコーンやったんですね。もう一回やった。もう一回やった。はい、わかりました。あ、待ってね。先生、何気なくおまじないのせいにしたよね。ひどいよ、先生。じゃあもう一回ね。チャップ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 、まかしぎ。はい、あ、ここは大丈夫。はい。Woo!
思議でしょ。なんで、うわすごい、これは不思議ですね。水中に浮かんでますね。うん、はい、もう一枚いけます。うわ、水槽に入れられたコインは沈まないのか、驚きのトリックわかるかな。二次元目はダイエットに効果的と言われ注目の炭酸水、美肌効果や血行促進、最新研究で分かったシュワシュワパワーの秘密を大公開。沈まないコイン、そのトリックを合わせ。先生、なんでこれ沈まないんですか。これはこの中に、え、なんか入ってる、わ、すごい、なんかすげえ、あ、こういうものが入ってるんですね。氷ではなくて、先生、これ高分子吸水剤というものなんです。この高分子吸水剤は水分をすごく吸収するので、おむつや簡易トイレなどに使われているんだ。この物質は 99.6% が水なんだ。だから周りの水と同じように光が通り抜けるので、水槽に入っていても気づかなかったっていうわけなんだ。水の中にあって全然ね、見えないですね。同化しちゃってますからね。ね、全然見えないもんね。全く見えない。全然見えない。これ面白い。ちょっと触ってみますね。はい、どうなんだか。あ、ブニョンブニョン。へえ。ブニョンブニョンね。はい、前に伝次郎先生が紹介したんですが、油の中にガラスコップを入れるとコップが見えなくなるんです。それと同じ原理なんですね。コナン君、はい、消えた壺の謎、わかりそうですか？任せてください。来週放送のアニメではスパッと事件を解決。